こんにちは、母さん、後藤特別上映会に登壇した吉永小百合。女優、吉永小百合、78、が17日、映画館のない長崎、後藤市の福江文化会館で行われた主演映画、こんにちは、母さん、山田洋次監督、の特別上映会の舞台挨拶に登場。2回の上映で計2000人の島民を喜ばせた。自身がサポーターを務める五島列島に1000万本以上自生する椿を使って地域活性を目指す、五島の椿プロジェクトの特別企画。昨年4月にも主演映画。命の停車場の上映会を実施し、最新作で再放することを誓っていた小百合が登場すると、会場は大きな拍手に包まれた。五島では2004年に映画館が閉館以降、19年間存在しておらず、1日に公開されたばかりの新作を島民は笑顔で鑑賞。約1年ぶりの再会となった小百合は映画の見どころや撮影秘話などを紹介し、実際に自身が愛用する五島の椿の化粧品をはじめとした景品が当たる抽選会も行って交流を深めた。最後は、皆さんの胸の中。にそれぞれお母さんがいらっしゃると思います。映画を見てご家族のこと、お母さんのことを感じてください、と挨拶。次の映画でもまた、この場所に戻ってきたいと思います、と再訪を約束した。